皆さん、こんにちは。今日もバトルフィールド4続けてやっていきます。昨日ね、第5ステージのだいぶ行ったんですけどね、キャンベルもね、韓国になったんですね。そこがもう本当に激ムズで、そこクリアできなかったですね。その続きをちょっとやってみたいと思います。まさか、このステージの一番最初に戻るんではないでしょうか。そこからだとまたそれも辛い。いや、最初脱獄するんですけどね、丸腰で逃げてくるんですけどね。攻撃により海兵22名が戦死しました。負傷者あ、すべこれてまにさ盾か。をする余裕。飛ばしますね。大丈夫だ。続きからだ。武器を取りますよ。で、ここでロケットランチャーを持ってるという話ですね。ここにロケットランチャーが落っこってるはずなんだけどな。落っこってないね。なんか怒ってるよ、これ。兵士が倒れてるけど、これは大丈夫ですね。違う。もう行くしかねえな。おお、撃つ。一旦ね、この間こっちに逃げるように。てくるの書いてあった。ああ、ダメだ。むずい。ああ、先進まねえな。ライフル。あいつらを倒す。またセットできない。突撃。あ、たまらない。やべ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 。
やばいやばい、敵だ敵だ敵だ、やだ逃げよう、山降りよう、これは無理だ、武装変えよう、これは無理だわ、下がりすぎたな、あまたヘリで兵士を降ろして、敵の兵士だ、挑戦の武装を、いや、一人一人丁寧に倒す。矢倉にいるわ、逃げろ、やだ、なかなか、
弾がね、もうその。弾がね。一回戻るって感じだよね、弾がね。まだいる。下がると降りてくるんだけど、減らねえな、敵の数。まだいる。上がっており、やばいやばいやばい、ずっとりよ、やばいやばい、おりおりおりよ、上から撃つ。クリアした。自由だって。
乗れ。ああ、助かったかな。北朝鮮なんだ、これね。こんな寒いところです。あれ？あ、もうやばい。あれ、大した作戦だな。ヘリだ、こっちに来る。どこだ。ああ、戦闘ヘリだ。撃って、ああ、これはかなわん。これは無理だ。うわ、落ちる。落ちた。わあ。どうなんだ。生きてんのか。みんな大丈夫。俺は生きる。ロシア野郎は死んだ。冥界の牙。少なくとも自由になって死んだ。待って、道はまだ長い。トロフィーを獲得しました。夜明けまでの命、はい、じゃあ次の第6ステージいきますね。ちょっと見ときましょう。長かった。長い戦いだった。システムチェックしろ。短波受信機よし。ESM 簡易受信機も作動しました。スエズに近づいたら指向性アンテナでイスマイリアに通信を試みろ。それまでは無線封鎖だ。了解、キャプテン。トゥームストーンからは何かあったか。何も。ビーコンのかすかな痕跡も見当たりません。これどっち向かっていいか分かんないよな。ここで死ぬのか。協力し合えば生き残れる。2日後。このポンコツが。私が運転しようか。ねえ。俺なら大丈夫だ。今そっちに行く。食事も睡眠もなしじゃ長くは持たない。あなたも私もしていいのか。本当に大丈夫。私が運転しようか。俺だけは無理だな。どうしてあなたは信用してくれないの。勘弁しろよ。お前のことは何も知らねえ。忠誠心のかけらもねえだろ。あなたにはわからない。そうか。試してみよう。私は両親、家族みんなに会わせたくて人生を連れて行った。希望を手にした。次の日、チャンの兵士がやってきて皆殺しにされた。村を焼き払われてしまう。連絡して。そうか。俺が知らなかったっていう場合。ああ、戦場だね。やっと信頼を勝ち取れた。どうなってやがる。どうぞ。本社だぞ。アラビア語みたいな。ロシア人よ。
見られたと思うか。じっとしていれば大丈夫だ。どこが大丈夫なんだ。脱出しようとしてるのに奴らうじゃうじゃいる。静かにしろ。急げ、ほら、早く行くぞ。中国の諜報員だが悪い奴じゃない。空軍基地への行き方は。さあな、冗談だ。お前らの相手を教えてやる。ワンサーというロシア軍だ。俺たちは基地を失い旧市街に撤退した。西への移動手段がいる。あなたの上官はどこ。旧市街にいるよ。1キロ東でブルードームを目指しグリーンランド少佐を探せばいい。すぐわかるよ。おい、グリーンランド少佐に連絡しといてくれ。いっさ脱出路はこれだけ。そうだな、ロシア軍に取られちゃまずいものでも残してるのか。積み荷はどのくらいだな。レッカーだよな。モリナーズホットポケッツが親父の店だ。うまいチキンが食えるぜ。お前らみんなで行ってくれよ。よし海兵、何も残さず移動するぞ。全部燃やせ。行こう。街で一番うまいチキンの店だ。腹減ったな。よし、終わりにしましょう。